こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、UCC の陸上自衛隊の翼のヘリコプターセレクションコレクションの第3弾を紹介したいと思います。はい、第1弾は大型ヘリの、輸送ヘリの CH-47J ですね。おー、いいですね。はい、第2弾は、おー、今現在、陸上自衛隊の US-1J です。かわいいですね。はい、今回第3弾はじゃじゃーん、ブラックホークです。おー、60JA ですね。おー、いいですね。はい、おー、今回はまた組み立て式です。はい、スケールは177/1ですね。はーい。また同じくシリーズで缶コーヒーの、おまけですね。おー、さあ、では開けましょうか、早速。はい、開けたいと思います。はい、開けました。おー、はい、トリセットですね。いいですね。第3弾の、おー、US-60JA のブラックホークです。おー、では、説明見ましょう。おー、はい、ブラックホークも太陽とヘリコプターですね。人員と物資を運送をはじめ、さまざま任務を実行できます。おはい、夜でもできるように、任務を果たせるように、設備がありますですね。おいいですね。ではパーツを見ましょう。パーツを取り出します。はい、じゃじゃーん。いいですね。おー、はい、まず機体ですね、胴体。あー、今回も森の塗装ですね。はい、顔です。おー、かっこいい。いいですね。あー、ランディングギアは残念ないですね。おー、で、はい、パーツ、他のパーツはメインローターとテールローターですね。はい、これメインローターです。はい、はい、あと、はい、これ、まあ、台座ですね。スタンド。おー、はい、テールローターです。で、あとはスタンドです。はい、ということで。では、はい、今から、組み立てたいと思います。はい、じゃじゃーん。おー、陸上自衛隊の US-60JA ヘリコプター、太陽とヘリコプターが完成しました。おー、これもかっこいいですね。アリチン、実はUS-60J の航空自衛隊のヘリを見たことあります。昨年のヘリフェスティファルで出展されてますので、おー、かっこいいです。大きいです、結構。おー、エンジンが双発エンジンですね。おー、これで、おー、ちょっと今メインローターが1個なくなったんです。ないです。残念、今3つしかないです。はい、おー、テールローターもありますですね。はい、はい、US-60JA はUS-1J の後継機としては採用されたんですね。はい、これの後継機です。おー、はい、US で、はい、これ US-1J です。これ 60JA です。はい、これの後継機として採用されましたが、この US-60JA が、価格が高いので、全部入れ替えることができず、今併用で採用使ってます。はい、ちなみに陸上自衛隊は US-64J は40機を所有してますですね。はい、これは130機です。40機です。あー、いいですね。はい、これは、はい、この元はアメリカ軍の US-60 ブラックホークですね。あー、自衛隊で自衛隊仕様になります。J は、まあ、J は US-60J の改良版ですね。陸上自衛隊版。
US60J は航空自衛隊が使っているヘリコプターです。で、海上自衛隊はまた違う SS60J です。あの、同じ家族ですね、ファミリーです。おー、いいですね。はい。で、まあ、もともとはアメリカ、シコルスキー社が開発したヘリコプター、パイロットヘリコプターですね。日本では三菱重工がライセンス生産されています。で、今、自衛隊向けのヘリは全部三菱重工が生産、ライセンス生産をされています。おー、いいですね。はい、もともとの US60 の初飛行は1974年です。運用開始は79年です。で、生産台数なんと4000機以上です。はい、結構ベストセラー機ですね、4000機も。はい。で、陸上自衛隊は、US60J は1995年から導入されて、現在までですね、現在は40機はあります。おー、かっこいいですね、迷彩塗装。ちょっとランディングギアがないのは3年。はい。こんな感じです。ちょっと最近悲しいニュースが、出来事があって。で、4月6日に宮古島で、墜落したんですね。残念なことです、うん、はい、ということで、では今からターンテーブルで展示します。はい、陸上自衛隊翼のヘリコプターコレクションの US60JA のブラックホークです。おー、かっこいいですね。パイロットヘリコプターですね。はい、今からプチジラマで展示します。はい、訓練のプチジラマです。今低飛行の訓練を行っている陸上自衛隊のパイロットのヘリコプターです。おー、まず、はい、US60JA ですね。あと後ろに US1J です。おー、いいですね。以上です。アリチンチャンネルでした。今回は UCC の陸上自衛隊翼のヘリコプターコレクション第3弾を紹介しました。はい、第3弾では、陸上自衛隊の US60J ブラックホークです。パイロットヘリコプターですね。おーい。すごいかっこいいです。はい、じゃじゃーん。おーい。US60J のブラックホークです。お、顔ですね。あ、いいですね。今回も迷彩塗装です。陸上自衛隊、お、かっこいい。いいですね。はい、タイオートヘリコプターですね。これは US60J は、はい、US1J の攻撃機として採用されています。はい、現在陸上自衛隊は40機を保有しています。シェルしています。現役です。おお、かっこいいですね。ちょっと面ローターが1個なくて残念ですけども、はい。はい、模型としては、はい、よくできていますね。綺麗。はい、ランディングギアがないのは残念で。
はい、でも、おー、いいですね。ちゃんとしっかり塗装もいいし、はい、造形も良かったです。いいですね。はい、では、次回は、じゃじゃーん、攻撃ヘリです。おー、やっと攻撃ヘリが来ました。はい、アパッチです。おー、S64D です。はい、ということで、では、はい、チャンネル登録お願いします。またねー。バイバーイ。